はい、どうもラスです。今回ですね、記号の打ち方以前ご紹介したんですけれども、コメントでね、結構これってどうやったら打ったらいいんですかみたいな質問がね、結構ね多かったんで、それに対してですね、今回はまずお答えしていって、でキーボードのね、記号の打ち方具体的にどうやったらいいのっていうのをもうちょっとね詳しく解説していこうかなと思います。ということで早速ねやっていきたいと思います。まずはですね、こちらですね、アンダーバーの打ち方ですね、これを教えてくださいという質問がありましたので、記号の打ち方なんですけど、まずね、この半角全角キーを押してですね、まずここで A 数字入力、 A っていう文字がね、出るような感じにして A 数字入力ってやつにしてください。 A 数字入力でね、ほとんどの記号が打てるようになりますので、まずはね、この半角全角キーを押して A 数字入力に切り替えをしてみてください。そしてアンダーバーの打ち方なんですけれども、この左側にあるシフトキーとでですね、この右側にあるこのロっていうキーが印字してあるね、キーをね叩いてみてください。シフトキーを先に押して、このねロっていうキーがあるところを押すと、アンダーバーがね出るようになるかなと思います。わからなかった人はこれで試してみていただければと思います。続きましてですね、今度ピリオドですね、ピリオドは、どれかというとですね、今度このルが印字してあるキーですね、これを叩くとピリオドが打てるようになるかなと思いますので、皆さんね試してみてください。続きましてアットマークですね、アットマークはどこにあるかというとですね、ここですね、このアットマークのね、キーが左下に印字してあると思うので、ね、これで押してみてください。そうするとアットマークがね普通に打てるようになるかなと思います。はい、続きましてですね、バックスラッシュですね、バックスラッシュの打ち方教えてくださいとありまして、バックスラッシュに関してはですね、ちょっとややこしいんですけれども、もしかするとですね、ここを押してもなんか円マークっていう日本円の円マークみたいなのが出る方に関しましては、まず日本語入力に切り替えてもらって、日本語でスラッシュって打ってもらって、スペースで変換をしてみてください。漢字変換とかをするときのやり方と同じで、スラッシュと日本語で打ってからスペースで変換するとですね、バックスラッシュっていうのが記号でね変換できると思いますので、これね試してみてください。バックスラッシュだけね、ちょっと特殊な打ち方になっております。記号の打ち方ってこのキー見て判断できるのかというと、判断ができるようになってますので、それをねちょっと解説していきたいと思います。まずですね、この A 数字入力の状態で記号を打つ場合なんですけれども、このキーがね印字してあるところを見ていただいて、この A 数字入力の時はですね、このキーに印字してある左下の文字が、打てるようになります。なので、キー見ていただくとですね、左下に印字してないところもあるんですけど、印字しているところを見ていただくといろんな記号がねあると思うんですけど、これね押すと、これだとカンマが打てますし、これだと、ピリオドが打てますし、これだとね、スラッシュが打てるというような感じ。これだとセミコロンとか、コロンですね。で、この鍵括弧みたいなのも打てるようになってますので、これね、覚えておいていただければと思います。もう一度説明すると、このね、A 数字入力になってる時に、この左下のね、印字しているキーが対応しておりますので、これね、記号がいっぱいここに、ね、散らばってますので、打ちたいね、記号をね、これで叩いてもらうと、左下に印字している、記号がね打てるように、なっておりますっていうのをまず一つ目ですね。では続きましてですね、このハテナマークとか左上にあるこの棒線とかですね、あとこの鍵カタカッコ、あとプラスとかこのアスタリスクとか、シングルコードとかですね、こういうのをどうやって打つかっていうと、今度はですね、先ほどと同じように A 数字入力の状態にしていただいて、今度ですね、左上のこの文字ですね、記号打つにはシフトキーを押しながらこれを押すとですね、打てるようになります。プラスとかだったらシフトと、これを押すと、でアスタリスクだったら、シフトキーを押しながらこれを押すと、でシングルコードだったら、シフトを押しながらこれを押すと、で、もちろんね、この上の段にあるですね、例えばびっくりマークとかも、シフトを押しながらこれね押すと、これダブルコードですね、とかあとシャープ、ドルとか、パーセントアンバサンドとかね、記号をね打ちたい場合はシフトを押しながらこの対応するキーを押すと、この左上に印字している記号が打てるようになりますので、皆さんねこれぜひ覚えておいていただければと思います。他はこの右上に印字されている記号ですね、当点、句点、あと中ポツみたいなやつですかね、
それに関してはですね、今度は先ほどは英数字って言ったんですけど、この右上にある印字されてるキーを叩くときはですね、日本語入力に切り替えていただいて印字されているキーを押すと、この右上に印字されているキーが打てるようになるかなと思いますので、これね、皆さん試してみていただければと思います。はい、ということですね、基本的にはこれだけで記号ね、ほとんど打てるようになります。あとはですね、特殊なやり方としては、先ほどの、スラッシュとかですね、あと記号って打って、スペースで文字変換をすると、いろんなね、記号のリストが出てきたりするので、そういったやり方で記号をね、出すっていうやり方も、できると思います。ということですね、今回ね、記号の打ち方ご紹介させていただきました。今回の動画がいいなと思ったらですね、高評価いただけると嬉しいです。今後の励みにつながりますので、よろしくお願いします。私のチャンネルではですね、こういったパソコン関係の役に立つ動画をシェアしていこうと思いますので、皆さんね、もしよかったらチャンネル登録よろしくお願いいたします。ということで、今回はこの辺りで終わりにしたいと思います。最後までご視聴いただき、どうもありがとうございました。失礼いたします。